どうも皆さんこんばんは、ニートピオです。ね、週末ですね。お疲れ様でした。お仕事ね、頑張った方、僕はニートなんですが、まあね、ちょっとね、働いてる方には頑張ってるなということをね、伝えたいのでね、まあたまにスーツのコスプレして電車とか乗るんでね、仕事頑張ってる方いるなと思いながら、まあ隣座ってダイソーにペンとか買いに行くんですけど、もう模写してますからね、一応ね、僕もね、なんやかん言うてやってますからね。はい、ということでね、皆さん今週のねニュース、呪術廻戦残り5話で終了ということでね、これヒロアカが終わってすぐなんですが、またもや悲しいニュースがね舞い込んできましたよ。残り5話で呪術が終わるってね、ちょっと正直考えられないんですけど、僕今本誌派なんでね、本誌読んでるんですけど、残り5話で終わるかなみたいな感じがすっごいするんですよね。まあ終わらせるからには終わらせるんでしょうけど、早くハンター帰ってこいって話なんだけどね、全然帰ってこないし。ということはね、僕のね呪術廻戦で好きなキャラランキングトップ3をねバーッと紹介したいと思います。第3位、善意直哉ですね。もうネタキャラの中のネタキャラ、人の心ないんか、これを言いたいがために好きだったんですが、ちょっとあまりにもクズすぎるのかなと。僕はもうちょい優しい人間なんでね、パンダあたりにしておきましょう。第3位パンダで、はい、パンダです。パンダ好きなんだよね。上野動物公園のパンダ可愛かったですね。これもうあんな感じでね生きれたらなってみんな思うよね。まあ、今アザラシの方が人気なのかな。確かアザラシのね YouTube ライブの同説ですが半端じゃないぐらい伸びて、なんか投げ銭の額もなんか日本一になったみたいな話聞いてね、みんな疲れてんだなって思いましたけど、めちゃくちゃ疲れすぎですね。寝てください。第2位イジチさんですね。イジチさん、やっぱね、あの人はねとてもいいですね。何がいいって、友達がね無料空所の紫を打つイジチさんっていうのがよくやってくれるんですけど、あのイジチさんボイスで紫を打ってくれるんですけど、めちゃくちゃ面白いんでね、僕はもうそれだけね聞いてあのイジチさん好きになりました。で堂々の第2位ですね。そして第1位、まあ、孫うことなきね、もうね最初めっちゃ嫌いだったんですけど、なんかやっぱ渋谷事変あたりからねすっげー好きになったキャラですね。これはでも多いんじゃないかな。この人が出たら安心、祇園奏者の鐘の声、サラ奏者の鐘の花、ね、合ってるか分かんないですけど、東堂は多いですね。いやもうめちゃくちゃね、やっぱあいつが出るだけで面白くなるんですよ。東京事変もあそこからねめちゃくちゃ面白いし、やっぱアニメで見たね、存在しない記憶、真人とかおったね、存在しない記憶のシーンが好きすぎて絵描くぐらいなんで、めちゃくちゃいいっすね。でもやっぱ第一は東堂葵かな。やっぱねすげえいいキャラなんで、全然ね主人公3人組入ってこないですけど、もうねびっくりです。僕は東堂葵好きですね。でも渋谷事変もそうだし、最終決戦も来るんじゃないかな、ちょっとわかんないですけど、まあ、とってもなくねかき乱してくれるしね、やっぱ IQ53 はね伊達じゃないっすね。いやそんな呪術が終わってしまうというのはね悲しいんでね、まあ書いていきたいんですけどね、呪術ね。今度今呪術の絵書いてねえんだみたいな感じになっちゃうけどね、もしかしたらね動画作ってる段階で呪術の絵書こうってなって、今この動画呪術になってるかもしれないけどね、これはまあ動画作ってる途中でわかると思うね。この絵は今呪術を描いてるんだろうかみたいな感じで、ちょっと気づいてる方もねいるかもしれないですけど、はーい、ということでね、今週ニュースもそんなもんかな。もう呪術ぐらいしかない。あ、そしてですね、逃げ上手の若君、今アニメで絶賛やってるのでぜひ見てください。僕すごい好きなので、ね、絶対見てください。本当にワンピース描いてる人と思えないよね。めちゃくちゃ好きなんですよ。作者の性癖詰まった作品ってやっぱ面白いんだよね、とんでもなく。あれこそ K
傑作なんでね。ということで、実はね、関係ないんですけどね、ここからまた別の話なんですけども、前回ね、質問をね、ちょこちょこね、インスタに来てて、3周年を迎えた時のね、質問コーナー的な感じのね、質問に答えますみたいな話をね、聞いて、まあ、答えたんですけど、ちょっとまだ、なんか、残りがあったみたいで、これ答えてた気もするかもしれないね、これもしかすると。答えてないのかもな、ちょっとわかんないですけど、ちょっとね、答えたら、また答えてるなと思ってください。はい、ということでね、答えていきたいと思います。今まで経験したバイトもしくは仕事でやりがいのあったものはね、僕バイトはあったんでね。で、バイトはね、プールの監視員で、ほぼ、何が出てるね、大学生集団をね、子供たちがいるプールのところにね、大学生集団が来てて、それをね、プールのね、一番偉い方が怒りに行ってるのを、旗から見てたぐらいでね、あとはもう本当に、飛び込んでくる、ね、地区大会予選負けの野球部を怒ったり、まあ、あとはもう、じゃらじゃらね、いろいろ指輪とか、いろいろつけてる奥様方に注意したりとか、なんか、俺が怒ろうとしたら立ち止まる小学生をね、こう、見たり、こう、走るぞみたいな顔して走らないみたいな感じで、こっちが怒るの待ってからかおうとしてくるね、小学生だったりね、そういうのを戦ったのは、まあ、印象的ですね。次は学生時代赤点はよく取ってましたが、まあ、数学ぐらいですね。まあでも他は結構、まあ普通ぐらいじゃないかな。古典の先生がね、すごい、めちゃくちゃね、授業面白くて、割と好きだったんで、頑張ってね、授業受けてたらね、めっちゃ、学年で1位、2位争ってますね。はい。次行きましょうか。質問コーナー YouTube でやらないとね、まだ言ってますね。はい、次。死ぬ前にやりたいこと。これはね、僕、カリフォルニアのディズニーにね、本場のディズニーにね、一回でいいから行きたいんですよね。まあ、あとは、スカイダイビング別にしたかないんだけど、死ぬ前には一回ぐらいしておきたいよね。はい。楽しそうだと思うんで。じゃあ次行きますか。好きな女性のタイプは？これはもうね、これなんか、答えたことあるんだけど、いや、笑いのね、ツボがあったりね、話し合う方がいいんじゃないですか、やっぱり。なんかね、東堂が俺の頭の中に巡ってくれば、好きな女のタイプはって聞いてくるわ。ケツとタッパのでかい人って言えるようにしてもらえるかな。ということで、ケツとタッパのでかい人ですね。はい。質問来てるよ。うん。うるさい。ね。僕が一番かっこよくね、これは無視しますね。実際かっこいいのかもしんないけどね。これぐらいの自信は欲しいよね。次、何系の職場で働いてますか？家系ですね、うん。で、ワンピースの好きなキャラクターはもちろん以下逆。これ答えたな、俺。ブルックですね。ワンピースで誰が一番好きですか？これはね、ブルックですね。これね、答えましたね。まあ、ということでね、答えていた質問コーナーにまた答えましたと。いや、ちょっと呪術終わるのはね、悲しすぎてね。こういう系の動画もね、どうなんだろうと思いながら、いやー、きついなーって思ってますよ、本当に。だらだら喋ってるだけなんですけど、まあなんかね、ちょっとね、いろいろあると思うんですけど、他にもね、いろんなニュースがありますけども、台風しょぼかったとかね、いろいろありますけど、ちょっとね、最近まだまだ暑い時期続くと思うんで、皆さん気をつけてください。ということでね、今回は、短めの動画ですが、ね、早めに終わっちゃうんでね。何の絵を、書いてるんだろうな、今の俺は。ちょっと編集してたらわかるんだろうけど、まあでも結構いい絵ができてんじゃないかなって思っております。ということでね、皆さんね、また来週からもね、働かれる方、学校行かれる方ね、多いと思います。もうね、夏休み終わるんで、課題をね、終わってない方はね、さっさと終わらせてください。終わってラストをね、遊び尽くしましょう。ということで皆さん、長いこと聞いていただきありがとうございました。ということで皆さん。
いいよ。